はい、チーズ。何それ見逃しちゃいけないんですよ。知らないだけ。人と違うことは素晴らしい。戦わない勝利、それは誰にも真似ができない自分らしさ。誰かと戦うことじゃない、比べるものでもない。本当の自分に合うためのレッスンは自分の中にあります。一人では分からなかったことも、巡り合う人たちが見せてくれる。心のままに、今日という一日もあなたが輝く日へ続きます。恥ずかしい話じゃない絶対言わないもん クリスタルイズム100の音を奏でるクリスタルタイム毎週金曜10時からの2時間どこにもない今までと違う誰もやらなかったスパイシーな番組です。ハートフルで魅力的な音楽と言葉の世界。メインパーソナリティは下町エレガント大使キリンがご案内します。本日はミッチーナがお届けしております。そしてパートナーは、はい、スタジオアシスタントやらかし隊長のデシコがお相手させていただきます。いつだって盛りだくさんなクリスタル、みんなができることで支え合う、できそうでできないことを全部やってしまうのもクリスタルスタイルの一つですね。100人100色だから楽しい、見逃せませんね。そうですよね、必ず誰かが何かをねやらかします。今日でもやらかし隊長ほらもう一人そうなの、ね、お出かけしてるからちょっと平和な感じじゃないだといいんですけどね風は結構遠くまで吹くみたいな許容範囲広そうなんですよ。そうですか、ね、おはようございます。おはようございます。今週も金曜日クリスタルイズムがやってまいりました。そうですね、はい、今日はデシコさん、はい、3月3日でございます。そうなの、私ね昨日まで気がつかなくて私はいいけど、ね、デシコはダメじゃない、気がつかなくちゃ本当に昨日たまたまね夕方のイベントで、うん、フラワーアートの方が
が桃の花を使っていて、明日はね桃の節句なんでって言われて、だいぶ遠ざかっちゃってる感じ。そうなの。ね、そんなあのお雛様、そうですね、桃の節句ということで、スタジオには見て、ね、ユーストリームの方見えるかな、ご覧くださいませ。どこのカメラで見えるかな、見えるかな、テーブルにはですね、かわいい、超かわいい、かわいいお代理様と、そう、これ私のね、また後でね後半座談会しますけれども、なでしこ学っていうのを週末サロンでいつもやってるんですが、ちえちゃんのね、クラスね、そこで私ミッチーナが手作りをいたしました。通常サイズ感はね、あのおだり様の方が大体大きく作るんだけど、これはね我が家の構図と一緒で、あのちょっと若干ライブ見てほしい、みんなに。おひなさま大きいですよね、まあ、今日写真たくさん撮りますんでね、そうですね、皆さんぜひご覧になっていただいて、あ、こういう感じなんだなって思って、うん、でも本当に可愛い、可愛いでしょ、これね、後で話すよ、あの、そうですね、段階でね、もうすごく楽しいんだから、こういうあのゆっくりこう時間をかけてね、あの何かに集中してものづくりするって大人になるとそんなにないじゃない、確かにね、楽しんだよこのクラスが。いいですね、はい、そんな楽しみ方をぜひまた後半お届けしたいと思います。そうですね、はい、始めていきますか。いきましょう。はい、それでは参りましょう。降っても晴れても一日の始まりはクリスタルから。それでは続いてコンシェルジュさんのコーナーやりたいと思います。おはようございます。おはようございます。心とキャリアの伴走者、ナオリンです。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、あの太陽が眩しいぐらい、そうなんです、さんさんと輝く中、ねえ、はい、昨日雨降ってました。寒かったです。ねえ、太陽が出てよかったです。よかったですね。はい、今日はあの3月3日、ひな祭りです。ね、うん、女の子の日ですね、うん、はい、あと耳の日ということで、あ、ぜひね、聞いたりとか、まあ、質問したりとか、うん、大切な日ということで、私が、やっている仕事の一つで覆面調査の話を今日はちょっとしてみたいと思います。うーん、みんな覆面調査って何やってるのって、うん、これは結構気になる、何見てるの、気になる、何聞いてるのということなんですけれども、あの覆面調査は、まあ、いわゆる最後には改善行動をしてもらうということで調査をするんですけども、うん、はい、最初は五 S の徹底といって、整理、整頓、清掃、清潔、しつけができてるかって、しつけ、S ですね、最後のしつけ、しつけ、そうか、はい、この五 S がまずできてるかっていうのを見ていくんですね、うん、まあ、もちろんそうですよね、うん、飲食だったら店内が綺麗かなとか、うんうん、確かに、まあ、整理されてるかなとかも大事ですし ね、清潔感があるかなっていうことで、まあ、いやらしいことに、スマートフォンでトイレまで行って写真をカシャッとか、ゴミ箱を見てカシャッとか、いやらしいんですよ、ね、この仕事結構でも、ね、ちょっと楽しそう、楽しいんですよこれが。まあ、大型店舗だと、まあ、60店舗ぐらいを1人で2週間かけて泊まり込みでやるんですね。すごい、すごいですよ、うん、1日5食ぐらい食べなきゃいけないって、あ、そうか、そうですよね、そうですよ、行って帰るだけじゃダメですもんね、行って帰って見てくれなきゃダメなんですよ、お綺麗だなで終わっちゃダメなんですよ大変だ、大変なんですよ、だから朝早く行ってモーニング食べて、うん、お昼食べてお茶して夕飯食べてバーに行くみたいな、そうそうそう、大変ですよね、まあ、その中で、まあ、例えば今日アルコールお召し上がりにならないんですか、でちょっと風邪ねって言った時に、少しだっていやらしいですね、この薬の音をさせるんですね、カシャ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 っていやらしいですよねここで、あの氷なしの水が出てくるとか、なるほどね、お水氷なしでいかがですかとか言われると、あ、なかなかおもてなしじゃないかとか、なるほど、はい、あと、お水くださいって言われて普通に氷入りが入ってきたら見てないなって、見てないなって、だから具合悪いって言ったじゃないみたいな薬飲むんだよみたいなねところでバッてみたいな、まあ、そういう感じで、まあ、今後何に気をつけていこうか、何に気にしていこうかっていう観点で後でレクチャーを入れるんですけれども、結構あのいろんなことが分かって楽しいところでございます。なる
はい、まあ、そういうふうにあの耳の日でもあるということから、まあ、どれだけ人の話を聞いてニーズ把握ができるか、うん、またどれだけ質問今度質問の聞くをして、うん、お客様の気持ちを理解できるかというところもポイントに、あ、これだけ聞いてくれたとか、私の中にあるものを引き出してくれて、うん、マッチングする洋服を選んでくれたとか、うん、いうようなところを非常に重点を置いて第2ポイントですね。で第3ポイントですね、うん、第3の類縁というあのお見送り、うん、お出迎えは絶対きっちりやるんですけども、うん、結構余韻がないお店ありますね。あ、だからありがとうございますって笑顔で言うんですが、振り返ると別人になっていたりするんですねちょっと変わり身早いんじゃないこの前みたいなさっきまで笑顔だったじゃないかと、で振り返ったらもう別人だろうってなとこバッテンですね。なるほどね、はい、お店長さん今ちゃんと振り返ってもチェックしてるよ。振り返りますよでいらっしゃいませが遅いくせにありがとうございますが早かったりするお店ありますよね。くせに言ってほしいのかな。そうね、今ちょっと私たちあのプライベートトークで社内で楽しんでんだよって、うん、今来ちゃったのかよみたいな感じで、いらっしゃいませ気づくの遅いのにありがとうございますちょっと早くないかと。なるほどね。ムーンウォークで戻っちゃおうかなみたいな。まだ帰らないよみたいなね。帰っちゃってみたいな。帰らないみたいなね。というところで、やはりあのやっぱりお出迎えからお見送りの余韻まで、まあ、気を抜かずに、うん、やはり対お客様のためにというところで対応していただきたいなという覆面調査ナオリンの一言でした。ありがとうございます。すごい、ドキドキしてる人いっぱいいそう。ドキドキしてますよね。ねこれでも大切ですよね。ドキドキ感を大切にしてほしいですね。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。こちら直子さんでした。そう、でも覆面調査だからね。覆面で来てるわけなので、いつ調査されてるかわからないですよね。だから、やっぱりいつも緊張感を持ってやってるんですけど。振り返ったらね、真顔になってるかもしれないじゃないですかさあ、それでは続いてのコンシェルジュさんです。おはようございます。おはようございます。アトリエグレスなでしこがくちえいこです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日はもちろんね、ひな祭りのお話です。新作日です、ね、今年はなんか暦が味方してくれてるみたいで、この間も節分だったり、そうですね、暦の周りがとてもありがたい感じで、千恵さんがお話しされるときにちょうどこう、はい、タイミングよくイベントがやってまいります。忘れてたぐらいですから、あれですね、あのひな祭りで食べ物からいきましょう、はい、今日はひな祭り食べるもの、ひな祭りといえばひな祭りで言えばお団子。お団子、お団子一番なかなか珍しいかもしれない何食べる？ひな祭り普通チラシ寿司とか お食事系だとチラシ寿司、ハマグリの吸い物、お菓子だとあられ、ひなあられ、あと桜餅あ、そうそう、それ桜餅先に思い浮かべて、あ、甘いの、ひし餅ひし餅ってもう今あんまり見ないですよね。私の子供の頃なんかは必ずひし餅って家にあったんですけれども、うんうん、今お店で買おうと思ってもちゃんとした和菓子屋さんとか行かないとひし餅って置いてないなんか、まあ、ひし餅っぽいなんかゼリーの3色になってるやつとかひしあられとかですね、うん、そういうのは見ますけどね。出ましたひし餅本物だ。そう、本物のひし餅って意外と色が淡いんですよね。本当にお餅です、うん。もともと今イメージだと桜餅を食べるっていうイメージがあるんですけれども、うん、桜餅を食べるようになったのはすごい最近なんですよ。あ、そうなんですか。もともとやはりこの習慣も中国から渡ってきてるんですけれども、うん、中国では母子草っていう草を潰してお餅にして食べてたんですね。で日本に入ってきた時に母子潰すってどういうことよっていうことで、縁起が悪いし美味しいしっていうので縁あのよもぎになったんですね。でよもぎ餅をずっと食べてた団子で、それがだんだん転化してきて、江戸時代になると白と緑になって2色になって、で明治に入ってピンクが足されて3色今の形になったという形なんですけれども、でもお餅としては草餅を食べるっていうのはずっと習慣だったんですね。で桜餅を食べるようになったのは昭和に入ってから、すごい最近、意外と最近、多分って言われているのが端午の節句、子供の日に
柏餅食べてたんですか、うん、あれが甘いからついでおひな様も甘いお餅が食べたいっていうことで桜餅を食べるようになったんじゃないかっていうことなんですけど、あとお色がピンクなので桃の節句にちょうどいいという形で、なるほど、意外と歴史は浅いんですけども、ただ桜餅すごいんですよ今年は。ぜひ食べてください。今年、今年、今年の桜餅を、はい、必ず。なんで？すごい。実はですね、桜餅ができたのが1717年、今年300周年です。すごい。お姫様に食べるようになった習慣はつい最近なんですけれども、うん、300年前に考えられて、もともとは隅田川のお花見に、うん、見物客に振る舞うために考えられたんですけれども、うん、隅田川の土手の桜の葉っぱを使ってたらしいです。それが300年前から、うん、今もそのお店あるんですよ、向島に。あ、そうなんですか、はい、あの桜餅の発祥のお店ってこと、はい、で桜餅2種類ありますよね、わかります？私がでも想像し、今持ってたんです、私が想像している桜餅はみんなが持ってる桜餅なのかなと思ってちょっと不安になってた今。あんこがあって周りに焼いた餅が巻いてあるパターンと、うん、粒粒の粒粒のちょっとあんこを巻いたものと2種類あって、もともとこちらの関東の方はあんこを焼いたもので巻いてある方が関東流、うん、それが一番初めに開発された1717年。お餅が外側にあるのか、そうですよね、焼いたものですね、はい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 、あれが一番初めに考えられたもので、うんうん、超明治という名前がついてます。でもう一つ、つぶつぶの関西風のものが道明寺、そっちはよく聞きますよね、うんうん、でもともと長明寺の方が先に開発されて、だん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 関西の方に渡っていく間に道明寺に変わっていったって言われてるんですけれども、うん、先は珍しく関東が先です、ね、そうなんですか。私はずっと道明寺だと思ってたというか、私は子供の時は長明寺しかなかったんですよ、和菓子屋さんに。だんだん大人になるにつれて両方出てきて、どっちを食べよう、2個食べちゃおうみたいな、両方食べちゃおうみたいな。ぜひ今年長明寺300周年ですから、そうですね、逃さず食べてください。そんな感じの、ね、軽いお話もしながら文化も学べるというなでしこ学ですが、来週もございますので、はい、ぜひよろしくお願いします。はい、ありがとうございました。なでしこ学の知恵さんでした。ね、知恵さんの話を聞いてると、いかに自分がいろいろ知らないなっていうことをね、いつも思うんです。あ、タミちゃん出してくれてありがとうございます。そう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 、興味です、意外と知らないさあ、それでは続いてのコンシェルさんに移りたいと思います。おはようございます。おはようございます。赤坂で美容センターをしています、小原さゆりです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。生まれたからちょっとが関節症になっている人とか、あと歯ぎしりをすごくする人が何かがいらしてて、でなんか炎症を起こすから余計にこう口が開かなくなって痛くなってっていう方が何人かいらしたので、マッサージの仕方をね、うん、まあうちに来た場合はちゃんとやってあげますけど、生理さんがちゃんとでも来れない方はマッサージを教えたんですけど、うん、この耳の上のところ、こめかみの、こめかみよりちょっと下かな、ちょっと下かな、そのあたりを上に回すように、上方向に、上方向にぐるっと回すように動かすと、うん、はい、この辺硬い人はちょっと予備軍。へえ、口なのに、顎の話だけど、うん、結局ここからこうつながって筋肉があるので、はいはい、ここから硬いと筋肉全体が動きが悪いので、こっちの方で硬くなるじゃないですか。だからまずここを一箇所ほぐしてあげると、あと耳の横、ここ今ちょっとヘッドホンつけてるからできませんけど、耳の本当に横のところ、はい、手前側、はい、手前側、その辺を大きく回すようにほぐしてあげると結構そこで柔らかくなるんですね。そしたら頬骨があるこの間が空いてるところ、はい、ここを引き上げるように、トレーに上げる、引き上げるように、2、3箇所、もうちょっとこの付け根の方まで、
この骨のギリギリまで。で、ちょっと一番外、中側って、外側の方をやるときは、外に向けて。外こっち向き。こっち向き。こっち向きはラジオで言うと。上向けよ。そうそうそう。下から上に向けて、外に抜ける感じ、うん、親指をぐっとこ う頭の後ろの方にこう向けていくように押しながら押しながらぐるっと回してあげると、あでも分かります、言ってる意味、なんかここが緩みません、うん、分かります、なんかギュッと指をこう骨の間にこう入れて隙間を開けてる感じ、ゆっくりとやると、うんうん、柔らかくなる、そうすると喋りやすくなるし、でよくあの歯医者さんでマウスピース作って、そうしないと顎がどんどん伸びますよとかいう先生がいるけど、なんか寝るときにはつけてくださいとか、ね、でもマウスピースしても歯ぎしりする人はここが硬いから、もっとこう異物が入って噛み締めてるから朝起きたら疲れてるケースが、マウスピースごと挟んでることになりますもんねそうです、そうです、だからこういうところをマッサージしてあげるともうちょっと楽になる、あのマウスピースすること自体は歯を守ることじゃないですか、ね、あ、そうか、そうですよね、うん、歯ぎしりして歯が削れてしまうから、うんうん、なのでそれで治るっていうよりかはこの辺をほぐすっていうことが大事です。で、あと最後首と顎の間のここのところ、骨がちょうどあるある、このところをちょっと後ろ側の方に回すようにやってあげると、この顎の耳のずっと延長線下の顎の骨がちょうど境目、うん、あるところをちょっと上に持ち上げるようにマッサージしてあげると最後この顎のところが楽になるので、うーん、でも今ちょっとこめかみからね一緒に触っただけだけどなんか緩むというか、そうです、ね、そんな感じがします、はい、なので皆さんやってみてください。すごい。私たちみたいなこう喋ってる人たちにも大事ですよね。大事ですよね。うん、ついついこう肩に力が入ってくると首が硬くなって、でさらにこっちまで硬くなるので、うんうん、ガチガチになるじゃないですか。そうなんですよね。うん、いろんなとこ凝ってくるし。そうですよね。うん、でもやっぱり顎が例えば顎が痛いとか顎が動きづらいってなるとこの今動かないところを触りがちだけど、うん、もっと違う、こう関係してる外側からやっていかなきゃいけないんですよ。だから炎症を起こしてるから痛いわけで、うん、そこをいきなり触るなんて無理じゃないですか、うんうん、もっと痛くなる、うん、だからその炎症を起こす前の場所をまずほぐしていくことによって、うん、結局こう詰まって痛くなっちゃってるから、はい、そこを広げてあげるっていう感覚ですね。やっていきます。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。さゆりさんのね、あの話もいつもこうちょっとやってみれるのが多いからね、想像の中もいつもみんなでやるんですよね。この辺ね、リンパのマッサージしたりとかね。ちょっとずつほぐしていきたいと思います。さあ、それでは続いてのコンシェルジュさんです。はい、おはようございます。おはようございます。中高年のアンチエイジングサポーターで、クリスタル特派員のガッツンです。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします、はい、特製マイクを持って、特製は常に肌に離さずクリスタル特派員なのでどこでも皆さんにこうね情報をゲットしなくちゃいけない、ひなマイクですね今日ひな祭りだとか、うん、耳の日だとか素敵なお話も多かったんですけど、デシコさんって花粉症でしたっけ。私ね、あれそうでもない、そうでもないみたい。あらそうびっくりそう、気がついてないんじゃないって言われるんですよ。ああ、なるほどなるほど、うん、私花粉症になり始めてからもう25年ぐらいになるんですけど、そう、もうそれはそれは毎年毎年あれを手を変え品を変え対策を何として対策しようかみたいな。そう、今そろそろ佳境に来てるらしく、うん、やっぱりもう春先ぐらいまで結構すごい、今日はまだまだ大丈夫な日なんです。風がすごい強い日とか、もうあの雨上がりでちょっと気温がぶわっていきなり上がったりとかすると、お花もぶわっって、そうそう、花もぶわって飛んじゃうみたいな。でそれこそあの市販薬に頼り続けてもう何十年になっていて、すごい種類の花粉症ありますよね。でその市販薬も飲めば飲むほど体がもう乾いてきて、こんな小さな小粒に、私もともと乾燥肌で、あの、うん、思春期にニキビもできなかったぐらいの乾燥肌なのに、こんな
粒に水分また取られちゃう。喉は乾くわ。カサカサになるわ。カサカみたいな。そうそうそう。で、まあ、その後にだんだんこう天茶がいいとか、いろいろ情報が出てきてるじゃないですか。で、前回も控室で話してたら、高所さんが豆乳ヨーグルトかなが結構効くっていう話で、そういうのもあるんだとか。で、レキリンさんもホメオスタシーでした、ね、ホメオスタシー、ホメオスタシー、全然違う。ホメオスタシー、ホメオスタシーでね、去年乗り越えたみたいな話をいろいろして、そうそう、キリンさんもね、ね、結構激しい、だんだんなんかなってきちゃったみたいな話、うん、で、私がね、最近見つけたので、なんか塗ったり貼ったりするとベトベトしたり、ちょっとこの肌にも良くなかった、二次災害がすごいじゃないですか。二次災害が体に対して、でこれがね、ミントの香りがするんですけど、これがでっていうのも失礼ですよね。リップじゃないですか。と思いきやミントの香りがして、それを嗅ぐと、スーッとこう、すっごい、メントール効果で、鼻元オール効果がすごく出て、そうそうそう。で、一昨年ぐらいからこれで使い始めたんですよ。ノーズミントっていう商品です。笑い声を抑えるのが必死になっていう商品です。カバーギャルをドキドキね、織り交ぜながら。で、これすごくて、ここも開いて、中に、ミント液体が入ってるので、ハンカチにちょちょっと垂らして、スッとこう、嗅ぐでもいいと思うんですけど、これがね、400円ぐらいですごい、もう使い古してますけどね。日本のですか、それ。じゃないさそうですね。世界各国で5億本販売みたいな実績が実物こんなもんなのにコピーしたらこんなによくなっちゃう。でもね、そのくらいだったり、そうそう、持ち歩けるし、で、塗ったり貼ったりしなくていいから二次災害が起きなくて、本当に香りを嗅げばいいってこと。そうそうそう、香り嗅ぐとこうメントール効果で鼻通るって2回目ですけど。そんなこんなでね、いろいろで、さっき私一人であっちで笑いそうになっちゃったのが、間違ってノリショスティックも持ってきてて、そのぐらいコンパクトでどこにでも持ち込めますよ、持ち運べますよ。やだ、間違えました、スティックのりと間違えちゃったのね。そうそう、これ貼るためにほら使ったスティックのりも間違えて入れたなっていう。それで買いでもね、意味をしないですよ、ね、今日の話はこれじゃないんですよ。違うよ、違うよ。先週それでその対策を毎日してて、で、ある瞬間に、あれ鼻通ったなって思った時があったんですよ。なんと、ゴッドハンドさゆりさんのところで、私、もちろん花粉症対策に行ってるわけじゃないですよ。フェイシャルと、もうこの辺もうコリコリだから、ちょっと流してくださいって言って、もう駆け込んだんですよ、駆け込み寺に。駆け込み寺にね。そう。で、やってるうちに、あれなんか、あれこんなに風が強い日に鼻が通ってるぞってさゆりさんに言ったら、この辺が詰まってる人って、そうそう、なんかもう全体的に、そう、やっぱりこう、怒り方でついこうなっちゃうから、なんかそういう人って割と、詰まってて、鼻も詰まってて、あれ、花粉症かいって思っちゃう人って、多いのか分からないけど、中にはいて、で、軽い花粉症の人って、割とこの辺のリンパとか流してるうちに、治っちゃう人とかいるんだよとか言って、すごい専門、さっきの話じゃないけど、その凝ってるところを A じゃなくて、もっと根本的なっていうか、もっと別なところに原因があるのかもみたいな、その専門家知識的なもう奥の深さというか、すごくって、でさっきの顎関節症っぽい人って私のことです。もう口の開け方が楽ちん、おさり先生のところに行ったから。そうなんです。で、月に1回行きますって言ってたんですけど、さっきちょっと1週間前倒して予約しましたので、なるほど、また今週も行ってすっきりしてこようかな。皆さんもぜひ、はい、今日はまさかの裏返しから、さゆりさんの、ホームページもちょっと抜き出してきてますし、こんな素敵なホームページで、はい、さゆりさんやってらっしゃるので、ね、ぜひ困った時の書き込み寺で行ってみてはいかがでしょうか。はい、よろしくお願いします。ということです。はい、カツありがとうございました。はい、今日もコンシェルジュの皆さん、大笑いのたくさんお話ありがとうございました。さゆり宣伝しないから。さあ、それではここでミッチナの昭和ロマン、本日の1曲目ですね。大変決め台詞を言わなければ。時を超え、年代を超えて再び注目を集めている昭和歌謡、なぜ心惹かれるのか、そこにどんな思いを託しているのか、
懐かしい粒ぞろいな名曲とともに歌に映し出された人生、人間模様に思いを馳せる届けでございます。さあ2017年3月のテーマは、まあ、これでしょう。ムッシュかまやつさんの世界、ね、ザ・スパイダースの元メンバーであり我が良き友よなどの曲でも知られるミュージシャンのムッシュかまやつさんことかまやつひろしさん、今月1日膵臓がんのため亡くなりました。78歳でしたね。ニット帽を目深にかぶり力の抜けた軽妙な語り口でいつもニコニコと楽しそうな笑顔がとても印象的で親しみを感じさせてくれました。世代を超えて多くの人々に愛され、そして70歳を超えた昨今も10代20代の若い世代の人たちと音楽活動を通じて影響を与え合ってきたと、昭和のレジェンドのお一人だったと思います。ご冥福をお祈りするとともに3月の昭和ロマンはムッシュかまやつさんの音楽をお届けします。本日1曲目はゴロワーズを吸ったことがあるかい。これ知ってる人いないんじゃないかな。知ってるかな、スタジオの人聞いたことない。ある日ふと耳にしたムッシュかまやつさんのこのゴロワーズを吸ったことがあるかい、めちゃくちゃおしゃれでファンキー、私大好きな曲です。歌詞もすごくいい、しびれますよ。字数を全く気にしない自由な語り口調、1975年に大ヒットさせた我が良き友よの B 面に収録されていたとは思えない世界観に衝撃を受けました。当時の評価は散々だったようですが、今聴いても全然古くない、ムッシュかまやつさんの才能とセンスが光る至極の一曲です。聴いてください。ゴロワーズを吸ったことがあるかい。はい、ゴロワーズって何ですか。そんなことの名前。